アンドロニコス2世、パレオロゴス、1259年3月25日から1332年2月13日は、東ローマ帝国、パレオロゴス王朝の第二代皇帝。同王朝初代皇帝ミカエル8世、パレオロゴスの長男。高い教養を持つ文人皇帝として、学芸の振興に尽力し、後に、パレオロゴス朝、ルネサンスと呼ばれる。 ビサンティン文化最後の交流期を現出した。また父ミカドの教会合同政策を改めて正教会と国家の関係を修復し、その知性の下でアトスさんの修道院活動は一つの世紀を迎えた。しかし異性者としての能力は乏しく、父ミカエル八世が再建した東ローマ帝国は彼の知性で早くも衰退に向かい始めた。西欧側に対しては、父、 ミカエルの創設した海軍が推備するのを長年に渡って放置したため、ベネツィア共和国やジェノバ共和国といった当時の地中海の海洋国家との競争に打ち勝つことができなくなった。オスマン帝国がオスマン一世のもとでビチュニアのほぼ全域を征服すると、アンドロニコスはこれに対抗するため、カタルーニャの探検家ルジェドフロールの助力を仰いだ。彼の指揮のもとに、 カタルーニア人とアルモガバルスとして有名なアラゴン人の混成傭兵が動員されオスマン軍を破った。しかし今度はロジェがアンドロニコスにとっての脅威となったため1305年にアンドロニコスの長男ミカエルやその支持者が暗殺した。残されたロジェの傭兵軍団はトラキアとマケドニアを荒らし回りアテネ公領とティーバを征服した。アンドロニコス二世は 孫のアンドロニコスの素行の悪さに立腹し、その定位継承権を剥奪したが、これに反発したアンドロニコスは1320年に反乱を起こした。内乱は途中で講和を挟みつつ7年続いたが、最終的には孫のアンドロニコスが勝利。アンドロニコス2世は1328年に廃位された。1330年に修道士アントニオスとして、 陰性を余儀なくされ、1332年に没した。傭兵部隊の乱暴老石と、定位をめぐる内乱によって、すでに弱体化していた東ローマ帝国の衰退は、決定的なものになってしまった。1274年に結婚した、ハンガリー・オーイシュトバーン5世の王女アンナとの間には、次男が生まれた。アンナ没後の1284年に、モンフェラート公 グリエルも7世の娘ビオランテ・ディモンフェラートと再婚し三男カズメを設けた。この他に少なくとも二人の諸子がいた。この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチズム・ヒュー・エド・アンドロノクス2エンサイクロペディア・ブリタニカケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスありがとうございます。